夢ラジオ第四千四百二十六回。今日は令和四年十二月二十一日水曜日です。時刻は午後六時半横浜港北。もう水曜日も夜になってきました。街明かりが今夜も綺麗ですね。今日は午後、緑道走りに来ました。気持ちよかったですよ。 で少し休んでからまたオンラインのお仕事その間の時間夢ラジオです4426回目今回は神谷副投主のふるいにかける真意こんなタイトルでお話ししましょう神谷副投主ふるいにかけるの真意参政党の神谷副投主が 対談ふるいにかけるんだと悪いのも入ってくるんだとで最初から見抜くことはできないからもうとりあえず入れてそしてふるいにかけてああこの人変だと思ったら早く退散してもらうとで残った人で頑張ってもらうこういう対談があります。賛成と DIY のチャンネルで見れますよ それを NHK 党の立花党首が取り上げて神谷さんがこんなひどいことを言っているこんな恐ろしい独裁者なんだと離党除名これを強要されるそんな党が参政党なんだと立花が批判していますねで。イメラジオではよく なんか橘の話面白いから橘の話を紹介する形でまあ参政党に批判的なスタンスを取ることもありますがですね今回のこの神谷さんの発言はちょっと橘の解釈は違うんじゃないかと私は思っておりますだからどっちかというと神谷さんを弁護するような参政党に寄り添うようなお話になりますそもそも今回 このふ、ね、るいにかけるっていう本当言ってるんですよ神谷さんは割と笑顔でだか,らだからそれを立花はね神谷さんは笑顔でこんなことを言うとんでもないお方なんですよとで実際神谷さんはあの公明党みたいな組織を目指すとかあの時は私もびっくりしてゾッとしましたがまあそういうことを平気でヒュッとおっしゃるそういうお方でもありますで本当にまずい時にはまずいねと本当にやばい時にはやばいねと。 国政政党党になななってていいるんだからそれは言わなきゃいけ参対してただしですね今回これ神谷さんどういう文脈で言ってるかというとあの地方選挙に立候補した人が立候補を当選した次に辞めるこれ松戸の話ですねあるいは、まあ、そうじゃなかったとしてもあの 立候補している人が辞める。まあ、横浜の藤村さんもそうでしたね。これについて、参政党としてはどうやるのと聞かれ。それに対して、答えている神谷さんの発言なんですよ。ですから、この場合のふるいにかけるっていうのは、党員をふるいにかけるんじゃなくて。あの。候補者、これだね。 候補者ををふるるるいいにかけるっていうこれの話をしてるそして候補者はもう誰が誰だかわからないからとりあえず応募してもらってその中でふるいにかけますというこの話これなら実はどこでもやってる話じゃないですか。だって党として購入するんだからふるいにかけるのは当たり前ですよそれはね。でそういうふうに言ってるのを立花がなんか参政党ではもう。 みんんながるいにかけられるんだ一般的にというそういうなんか解釈の仕方をして恐ろしい独裁者ですねと、まあ、もちろん今参政党はそんなに大きな政党ではありませんからはっきり言ってしかもそのふるいにかける時の基準というのも全然決まっておらずなんとなく神谷さんのフィーリングで <laughs> っていうそういう側面もあ,のあるかもしれません。 けれどそれはやっぱり立ち上がったばかりの政党にはしょうがないことでそして何度も言いますがふるいにかけること自体は候補者に関しては党が当たり前にやることなんですだってふるいにかけないかまずいじゃないですか変な人出すわけにいかないんですよそしてそうではなく党員に対してねその党員にふるいにかけるこれはまずいと思いますよでそんなことを神谷さんは全然言ってないし思ってもいないと思う党員は誰でも入っていいんですよ で今あのできたばっかりの党だから誰でも公認するような感じになってるわけつまり広く募集してるんですよね今も地方議員に出てくれる人このこと自体は NHK とも変わりはしない募集してんですよそれだけ組織がまだ広がってないそうするともう誰かわからない人を公認するようなそういう事態も出てくるかもしれないし誰かわからない人をあのなんていうか 購入しようか住まいか検討するということは出てくるでしょう。その時にふるいにかけるとですから、まずは手を挙げてもらってで購入するかどうかを検討し、そしてあのふるいにかけて購入を出すところが購入を出した後でもその後おかしいとわかるかもしれないからその時にはやめてもらうっていうそういうことですね。これはどこでもやってることですよ。多分 NHK 等でもそうなると思いますよ。ふるいにかけること自体は。 立花党首はそれが党員全部に適用されるようなふるいにかけるというふうに言ってるもんだからは独裁者と。だけどそういうことではないわけですね。だから今回はちょっと立花からの賛成党へのまあ言いがかりこれはさすがに言いがかりかなと思いますね。まああの 神谷さんによると、ね、あくまであくまで神谷さんによるとあのその松戸の当選した後にすぐ辞めたっていうあの例もそれまでもう参政党から辞めようかな辞めようかなと思っていて辞める理由を探していてそれでなんか小さいことがあってそれでもう辞めたと当選もしたしというそういう類のものだったんですと。ただしあの それをいいいいちち批批判判しししてもしょうがななから批判しないんですっていう、まあ、この辺はね神谷さん見事ですよこれは。ああいうやめてった人に対してそのやめてった理由をいちいち上げてでだからダメだと最後の、ね、最後通知を突きつけても突き放すみたいなそういうことはしませんあ。それは神谷さんいいことですよ。それは賛成といいなと私も思いますね。で神谷さんがですかさず言ってたのは政治の世界っていうのは敵と味方がすぐカラッと入れ替わるから。 あんまりあのえっと強烈な敵を作らない方がいいんだいやーそれもその通りですねそれもその通りです本当に変わるんですよだからあんまり敵ばっかり作ってもうズタズタにあのして,してしまうと次味方になりそうな時になれなくなっちゃうそれはねで逆に味方今味方でも敵になるかもしれないそれもその通りなんですよ誠実はももうううそういうもの なんですガラッと変わってしまうんですねだからその意味においてはあんまり強烈な去っていく人に対しても強烈な批判はしないようにするそれは見事だと思いますだから「立つ鳥跡を,、ね、を濁さずね立つ鳥跡を濁さず」っていうそのノリでいてほしかったですねというお話、まあ、そばでお聞きになっていたガナハさんも神妙にお聞きになっていましたガナハさんはあの時どう思ってらしたでしょうか 夢ラジオ、四千四百二十。うんと、六回、今回は。神谷副党首。ふるいにかけるのシーン。まあ、神谷、今回は神谷さんの言ってることは。そんなに間違ってない。こういうお話でした。ありがとうございました。